さんが亡くなりましたじゃないよ。でも寂しい。もうでもなんかふと思い出すでしょ。でも本当にあのベランダで一人で酒飲んでたりして飲むね外で風邪ひくだろそう狭い室外機がうんうんうんなってるベランダで何飲んでんだよお前って見たことあるのベランダいやどうせそう結構広いんだようちのベランダ自慢ですもんねあベランダが広いのが自慢らしい。あそうなんだ僕は行ったことないけどすいませんすいません今はさすが寒いけどそうなんだよだからその時ふと思い出してね、はいちょっと涙ぐんだりする時があるね。うん。でもあの引っ張られちゃ引っ張られちゃって言い方悪いけど、うん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 、あんまりそうなってもいけないなと思うから。そうそうそうさあということで本日はですね1月3日、今年一発目の放送ということで、皆さんご存知の通り。一年で一番面白くない回答というふうに言われますのでね。まあ1月3日、まだ三が日ということで、どうにかご容赦いただきたいなと思っております。今日はまあ、大師匠をお迎えして、また例年通りお送りしていきますんで。本日もどうぞよろしくお願いいたします。師匠、この後すぐ登場でございます。さあ、それでは早速お迎えいたしましょう。我らが大師匠。ダチョウクラブ上島達平さんです上も下もだから名字も名前も間違えんなよ上島竜兵だよ土壌クラブ上島達平さんですいいよ俺の名前はでもメンバーのあのグループの名前まで間違えるんじゃないよダチョウだよダチョウでございました失礼なことばっかり。ダチョウ倶楽部、はい、上島竜兵さんでいいですね。はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。皆さんの幸せを祈っております。はい、はい、ちょっと皆さんの幸せを祝してちょっと一言、はいはい、お言葉ください。はいうん、負けるなよ。お前がな。お前がなだよ。いいよ別に。みんなこのご時世なんだから負けちゃいけない。お前がな。いやお前がなじゃないよ。俺別に負けたなんて思ってねえから。本当に、こうやって呼んでもらうことはもうすごいありがたいことです。毎年毎年ね。毎年ね。締めくくりでございます。ありがとうございます。はい。というやっぱね去年も2020年もですね。すべての録音を聞きました。聞き返してみました、はい、私、うんほうほう。やっぱね新年一発目がね一番面白くなる。いやだからそれはお前なそんなお前これから長い間でこれ何時間かやんなきゃいけないのよお前。お前ひどいこと言うねいい気分で酒も出してくれてつまみも今日は一品多いんだこれ今日あそうですかナスが今日はナスが増えたお気分よくやってんのによやらしてくれよ気分よく今年もお酒を飲みながら、はい、ありがとうございますすいませんはお付き合いください、はい、お正月ということでありがとうございます、はいまあコロナですからね、しっかりアクリル板で仕切らせていただいておりますけど、うんはいもう本当四方を囲んでもいいですけどね上島さんはねアクリルで四方を囲んでやってもよかったこれウイルスじゃないから感染される方だおうなということで、まあ大変な1年でございましたけれども、ね、昨年はいかがでしたかいやもうそれはもうそういうことですよねもう大変だったな初めての、ね、体験でしたねこんなのね本当緊急事態宣言の時は、うん、もうずっと家にいて、うんちょっと落ち着くかなと思ったらまた、ね、年齢的にねそうね、うん、俺なんかもうかかったらアウトだからねアウトでしょうね確実にね、うん、いやそれは分かんないじゃんそれは分かんないよそれはかかんないよりはいいけど確実ではないです、ね、確実ではないじゃんそうです、ね、いや合いの手難しいないや違う合いの手入れただけよそうですよ自分でね、うん、いや違うもっと普通の合いの手でいいじゃんあ俺なんかかかったらもう危ないからなとあそうですね気をつけてくださいねあそういうことかそれでいいんだよすいませんすいません、うん死にますねみたいな言い方するじゃない本当にいや本当俺と出川なんか死ぬからね本当にでしょうねおうでしょうねじゃないんだよまたやってるよちょっと怒ってらっしゃるんだよちょっと怒ってらっしゃるんで一回ブレイクしますアッシュさんとはデンジラス安田です、はい、スペシャルゲストは令和3年のスタートに花を添えてくださいます、はいはい、ダチョウクラブ上島竜兵でございますシーンと言うことシーンじゃないで別にここで別に女笑いが欲しいとかそういうことじゃないから申し訳ございませんでした、
まあちょっとまあ録音でお送りしておりますので、うん、まあ三が日ですし、リスナーの皆さんゆったり聞いてくださればいいなと思います、うんうん、上島さんと同じ夜お酒飲みながらね、聞いてもらえるぐらいがちょうどいいかなという。お酒いただいてます。2時間大した笑いは起こりません。だからそういうことを言うなって言ってんだよ。毎年毎年さあということで、まあなかなか仕事はどうでしたか。なんかやっぱり営業芸人さんですからなかなか営業芸人営業もやりますよ、そら営業ばっかりやってるわけじゃないんだよ。じゃないですか、うん、はいはい、だから結構なかなか大変だったんじゃないですか。だから2月にね、青森で、なんかそのホテルでそういうイベントがあって、それ以来ないね。あ、やっぱり一回軽いイベントはあったけどね、なんか消毒薬かなんかの、なるほど、それはあるか。それぐらいだね。そうですよね、だから本当に見なくなりましたもんね。見ました？いや、ここ、いや、そう、私が言うのもなんですけど、うん、見てないです。見てないです、ね。はいはいはい。ちゃんと見なきゃダメだよ。本当ですか？うん。俺もうここでしかだから二人を見ないから。いや、まあ安田もそうだよ。まあそうね、負け添え食らうとそうなっちゃうんだよね。まあそうなっちゃってますよね、もうね。もう安田より見るだろう。いやいや、俺と比べられても、ね、俺と比べられても自慢にはならないと思うんですけど。似たようなもんだと思うけど。はいはい、うん。いやだからそういう点では本当に、お仕事はね、皆さんそうでしょうけど。そうね。うん、特に春先はみんなぐっとね。そうそう、さあ、あれなのはさ、例えば有吉の番組なんかでも今までは10人ゲスト呼んだとか、うん、コメンテーターみたいな、でもそれが5人でもできるじゃないかとか、そうモニターでね、オンラインでできるじゃないかってなってきたら、うん、余計こう削られていくもんね。そうなんですよね。だからまあ1番から4、まあ、クリーンナップぐらいのね、5番バッターぐらいまでは呼ばれるんだけど、うん、その後の6番以下のやっぱり打たない連中は呼ばれなくなるよね。そうなんだ、うん、いやいや、もうこれはね、正直言ってそう、俺なんかレギュラーじゃないから、うん、ベンチで代打要員の、うん、そうね、ギリギリな、まそうか、一軍にはいるかね。いや、いない、いないか。これはショックだな。まあまあずっと厳しい判定してますけど。一軍ベンチにはいると思ったけど、ずっと厳しい判定してますよ、さっきから。そうだよな、確かに。まあ、皆さんそうでしょうけど、辛かったから辛かった、やっぱりね。ね。まあ、それでもなんとかこうやってやっていけてるのは、まあ、幸せですけどね。いや、本当ですよね、うん。本当にもうこのまま仕事なくなっちゃうんじゃないかなって、みんなね。いや、本当に。そういうような状況でしたね。うん、もうそう。有吉なんかでもそう思う。いや、それ一時はね、やっぱり1ヶ月ぐらいは本当に結構ね、仕事ないような状態でした。そうそうそう、まあ、ちょうど4月5月ぐらいでしたから、まあ、春の風を浴びながら大変気持ちよく過ごしましたけどもね。そうね、気候的にはね、気候的には非常に、気候的にはちょうどいい。まあでも仕事の関連で言うと、はい、やっぱりダチョウさんが一番ダメージ受けたのは、あのキスするやつね。もうそうなのよね、うん、喧嘩してチューね、喧嘩してチューするっていうな、ね、うん、何が面白いか分かんない。いやいや、だから面白いんだよ。代名詞よ、ね、面白いのもうあれなの、もう代名詞なんだよそれは。代名詞そうなんだよ。はい、はい、まあ、やってくれって言われるんだよ、うん、あれがでもできなくなりましたね。あとおでんもそうでしょ。あ、おでんもそうか、うん、あの熱いおでんを食べて熱いって言うっていうね、何が面白いか分かんない。面白いんだよ。あ、そう、需要があるんだよあれも。すいません、笑いはなくてもやってくれって言われるんだよ。それありますありますか、うん、あれがね、卵飛ばしたりね、卵飛ばして何か面白いんだ、できなくなっちゃって。ネット風呂もおじさんが卵飛ばすって仕事だろ。いち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 うるさいな。わかりましたよ。もう気持ちよくやりたいんだよ。気持ちよくやってくださいよ、だからどん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 。そうそう、だからネット風呂もそうよ。ネット風呂押すなよ、押すなよ、絶対押すなよって、これ触れちゃダメだし、うんうんうん、で一つのネットでも押すなよっつってんだから押さなきゃいい話よね。いやいや、じゃあそうですけど、ね、3回目で押すんだよ。3回目って言わなくて、絶対押すなよで押すんだよ。そうですか。分かってんだから、そう、ボディーコンタクトが多いからね、どうしてもダチョウ倶楽部さんは、とリアクションはね、はいはいはい、そうなんですよ。だからあのネット風呂でも一回俺が入って、うん、さあその次有吉が入ってとかやったじゃん前、うんうん、ああいうのができないから。あ、そうか。うん。変えなきゃいけないから。お湯変えなきゃいけないっていう状況。他の浴槽もう一つ用意しなきゃいけない。ああ、なるほど。あんなマンネリの芸のために浴槽二つも用意するんだ。本当ですよね。うん、自分で何言ってんだ俺。だからなんか硫酸かなんか入れときゃいいんですよね。死ぬわ、バカ野郎。消毒の必要はない。骨まで溶けるわ、硫酸なんか。まあ、知ってんのか、硫酸。昔の歌手の人とかみんないたずらでかけられたりして、大やけどしたりしてんだぞ、お前。ドラマとかでね、よくやってましたね。いや、だから、いや、それだったら変える必要はないなと、消毒はね。そうですね、その意味では素人の意見でしたね、これは、はい、硫酸じゃダメなんですね。硫酸じゃダメだよ。すいません、これは素人考えでした。シュワシュワシュワーって、もう何も残らなくなっちゃう。上島がバブみたいになってんの。本当だよ。笑いますけど、ふんどしがぷかーっと浮いてくるだけだよ、お前。
ふんどしも溶けるわ。骸骨が。いやだからやりづらい世の中でしたよ。まあそうですよね。でと言ってじゃあ今もどうだって言ったら状況悪化してるような、ね、本当ですよね。ことですからね。あの自粛してた頃よりも悪化してるよね。そうですよね。だからまだまだちょっと先が見えないですけども。そうなのよ。もう結構ショッキングなことがいっぱいあったのにな。ありましたね。本当に。なんかまあ。不幸中の幸いでね、なんか仲のいい人とかお世話になった人が亡くなったりとかは全然してないですから、してるわ。一番世話になった人が死んでるわ。しかもコロナで一番最初に、それから政府が引き締めたんだわ。志村さん、志村さん、志村さん、自分のことで喋ってます。自分のことでしょ。すいません、すいません。志村さんが亡くなったらやっぱりショックだったね。大きかったね。でもちょっと本当衝撃的でしたね。声が出ないっていうのはこういうことだなと思ったね。ああそう、もう本当そう。いや俺もマネージャーから朝電話かかってきて聞いたんだけども、うん、ショックだったね。ね。まあ有吉もメールくれたけどね、ありがたかった。何度くれない。え大丈夫かと思って。だいぶ遅れて大丈夫だいや落ち込んでるだろうなと思ったからね。ありがたいけどね。相当ね、はい、うん、ありがたいけどね。何にもしないのもあれだし、暗いメールもあれだから一応大丈夫かっつって2月の20日に誕生会で、まあ、お会いしてるんですか。あったんだよね。あそうかそうか。その時は元気そうで、あそしたらもう1ヶ月でそんなことになると思わないもん ね、 びっくりした。でも未だにね、志村さん関係の取材とか、うんうんうん、特番とか、うんうんうん、もう亡くなってもあの人で食わしてもらってるっていうね。本当ですよね。本当すごい人だなとは思うけどね。骨の髄まで喋り尽くす、ね、違う違う、そういうつもりじゃないんだよ。そういうつもりはないんだよ。これだけ信じてください皆さん。すいません、そんなつもりで言ったんじゃないです。弁明はいいですよ、弁明しなくても。まあでも本当志村さんっていうのはそういう意味ではしんみりね、こういうふうにしんみりが嫌いな人ですからね、うん、ふざける人ですからね、僕らもねと思ってやってますけどね、いつも、うん、もう有吉と飲みたがってるね。へえ、あそうなんですか、うん、あそうです最後の、ね、だって散歩とかもね、はいはい、来てくださってね、自分からね、はい、行って、だからそれはもう あの時飲んだのは嬉しかったんじゃない。中華かなんかで飲んだんでしょ。そうですよ、もう番組の制作費無視して紹興酒バンバン頼んだよ本当に。収録も終わってんのに紹興酒バン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 の、もうやめてくれ志村さん、もうちょっともうそれ高いんですよ。もうやめてくれ。面白いね。いやいや、でも楽しく飲んでくださって、いや、はい、すごい楽しかったですよね。いや びっくりしましたよ本当に。いやなんかまだちょっと嘘みたいな、まだ、うん、まだ死んだって感じしないですよ、まあ、僕らは。そうですよね、はい、そもそもたまにしかお会いしないから。あ、はい、失礼。あれどうしました君どうしましたちょっと機関に入って一番大丈夫だから、亡くなるのはちょっと出てから死んで現場検証しなきゃいけないから時間がもったいないんで出てから死んでくれると助かりますけど、ね、死なないよ、ちょっと機関に死ぬ時は外で死んで、だから死なないっつってるのここで死なれるとね、このスタジオが使えなくなっちゃうから。だから死なない現場検証で。一杯飲んだらすぐ楽になるんだよ。まあそうか。はい、だからまだ結構ありますよね。なんか志村さんの追悼番組っていうかね、あの、うん、バカ殿とあれと合体スペシャルみたいな。そうそうそう。ね、うん、あったよ。うん、すごい。だからそれいっぱい出してもらって取材なんかもね。そうですよね。うん、結構やらせてもらったけど。うん、いや本当びっくりだ。それがやっぱり一番大きかったかな俺。まあでしょうね、うん、まあ、まさかと思ったもんね、うん、もうはっきり言って今頃もうなんていうの、元気になって、うん、酒飲みながら、うん、なんだこんなことになって飲み行けねえなって、はいはい、でなんか女の子の太ももを撫でてそうなさ、そうそんな感じしたな、こんな感じしたもん。手袋しながら女の子の太ももを触ってるイメージですよね。そうそうそんな感じだ本当、ね、そうなのよ。うん、で俺はもう免疫あるから大丈夫だって言いながらね、だからそんな感じの人だったのに、いやもうびっくりしたね。だからね、なかなかね本当にすごい話ですよねこれはね。びっくりしましたね、びっくりした。さあ、いやいや、そうよ。もういいですか？他にも話題を変えて、もういいですか？ダメですよ、さって話題を変えてみたいな感じのやつは、うん、そのさっていう言い方があるね。さあそれではっていうふうに言ってくれればまだ、はいはい、うん、すいません、あれなんだけど、はい、別にいいけどね。志村さんの話は言い残したことないですか？次行きたいですけど、うん、もう次行っていいですか？いやもうどうぞ次行ってください。はい、はい。本当に惜しい人を亡くしましたねとかいい締めをすればいいじゃないですか。大切な人を亡くしましたね。まだまだですね、力不足です。そんな
言い方もするなよ。お前さん、変なおじさん亡くなりました。志村けんさんな。下手くそ、下手くそ。変なおじさんが亡くなりましたじゃないよ。でも寂しい。もう、でもなんかふと思い出すでしょ。いやもう本当にあのベランダで一人で酒飲んでたりして飲むね外で飲むね風邪ひくだろと狭い室外機うん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 なってるベランダで何飲んでんだよお前って見たことあるのベランダいやどうせそう結構広いんだようちのベランダ自慢ですもんねベランダが広いのが自慢らしい。あそうなんだ。僕は行ったことないけど。すいません、すいません。今はさすがに寒いけど、うん、そうなんだよ。だからその時ふと思い出してね、はい、ちょっと涙ぐんだりする時があるね。うん、でもあの引っ張られちゃ引っ張られちゃって言い方悪いけど、うんうんうん、あんまりそうなってもいけないなと思うから、そうそうそう、気落ちしちゃうとね、うん、もう亡くなったんだっていうね、うんうんうん、パッと切り替えた。はい、はいはい、そうそう、はい、そんなそんなな、はいお開きみたいにならないんだよ。分かってないな。なか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 分かんないな。分かんないもんすね。うん、ね、大悟なんかもね最後すごいあの付き合いが深くてね、うん、あいつも相当あの悲しかったっていうふうに言ってましたけどね。いやもう本当悲しかったんじゃない、うん、大悟もね。まあラストの弟子っていうか、うん、最後の友達って言ったら大悟でしょうね、うん、ね、残念だけど。そうだね。いや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 別に俺残念かって言えないよ、うん、ただ本当最後 2,3 年は本当大悟、うん、でしょうね。あんだけ忙しいのにやっぱり呼び出したら来てたみたいだしね、うん、前妻みたいな感じですよね。前の奥さんって感じですよね俺が、うん、捨てられたみたいに言うなよまあでもお世話になりましたよね、うん、本当にすごい人でしたね、うん、なかなかああいう人は出てこないと思いますけども今後ね。さあ、というわけでね本当はダメだよ。